はい、このちゃん、焼きそばね。久々の焼きそばだよ、退院したから。はい。いただきます。いただきます。マスは？すごい、お口。僕にできる？大丈夫だね、ちゃんとフォーク使えるね。すごいよね、忘れないんだね。おいしい？おいしい？しないね。どう？久々の焼きそば、ほのちゃん。黙々と食べてるね。うん、おいしいの？ね。久々に自分で食べるからなんか新鮮なのかな。かな。私焼きそば自体久々だし。うん。上手だね、ほのね。うん、のちゃん、おいしい？うん、うんって言ってた。久々に食べすぎてあれなのかな。もうよくわからないのかな。病院麺自体食べなかったもんね。うん、ぬちゃん、ぬちゃん、おいしい？おいしいわ。おいしい？うん、うん、うん。反応も大人になってしまったね。入院生活長かったからか。うん、うん、うんってよくね。うん、ちょっと長いの見たかな。じゃあ覚えてる？すくうの、こういうやり方覚えてる？あ、ほら聞こえないから怒ってんの。こうやって、ほらほら、あ、ありすぎた、多いな。で、次はゆっくりね、入れるの。むちゃむちゃ、こう、こうだよ。むちゃむちゃ見て、こうやって、ほらこうやってやればいいんだよ。思い出した？うん、どうしたの？
ちょっとお肉大きかったね、それ。来た方がいいかな。どうなんだろう。噛めないから、いっぱいもう歯生えてるけど、どうなんだろう。わかんない。なんか切れた、切れてると思ったら切れてなかった。食べっかな。大丈夫？大丈夫？水あるよ。大丈夫？詰まってない？肉が飲み込めないのかな？大丈夫かな？偉いよね。手使っちゃダメだって今フォークに変えてたよ、ちゃんと。うん。うん、思ったより全然使えてるからよかった。でしょ？もうびっくりするよね。うん。あと使えても甘えて入れてって言うと思ったんだけどね。うん、じゃあ美味しいはしないの？でも、うん、みんな美味しい待ってるってよ。大丈夫？むちゃん、お水飲んだ方がいいよ。むちゃん、お水は？集中しすぎると飲むの忘れちゃうんだよね。大丈夫？お水、ほら。たまに飲んでね。本当すごい歯生えたよね。うん、すごいね。溝埋まったもんね、全部。うん。2ヶ月ってでかいね。うん、大丈夫？詰まってる？お肉かな？お肉大丈夫？残ってる？あ、でもね、食べてる。大丈夫そう。もうちょっと細かめにした方がいいのかな。あの、でかいやつだったら。少し。今度ね、切ったつもりだけど、多分切れてなかったんだろうね。うん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 、こうやってすくうんだよ。でもすごいね、結構入れたのに結構減ったね。うん、
に。なんか、炎って、本当に美味しい時かなんかは、黙々と食べるよね。うん、またあれじゃない。久々に食べて。うん、そうだよね。病院で寝てない。こんな食べ物あったっけって。そうだよね。おー、大きかったね。ちょっとパパに来てもらおう。さすがにね、病院ね、お魚とかいっぱい出るからね。お魚、そんな好きじゃないもんね。でもいただきますとかまたやるようになるのかな。どうだろう。病院の時も一時期してたんだけどね。うん。今上手だったけどいっぱい入っちゃったけど大丈夫？思ったリアクションと違ったね。なんかもっと久々に食べてめちゃくちゃ嬉しそうに食べるかと思ったらまさかなんか、食べるから美味しいんだと思うんだけどね。何してんのかな。うんって言ってね。人参食べて。でも人参大好きになった気がする。人参確かに食べてたね。人参よく。うん、うん、むちゃんもっと美味しそうに食べないの。あ、ごめん。うん、嬉しそうな声も発してくれないよ。そうなんだ。唐揚げとかだったらどうなんだろうね。あー、テンション上がるのかな。すごいね、なんか完食できそうじゃない。うん、結構もう割と食べてる。うん、やっぱなんか量は食べるようになったね。じゃあすくった方がいいよ。ちっちゃいの出して食べたいんだ。じゃあほら、す
クワスクをやって、スプーンの方が焼きにいいのかな、どうなんだろう、どうだろう、フォークの方が麺だから。あ、いやでも結構麺じゃないのも増えてきた。あ、もうもみちゃん、こっち使う？ついちゃったから気になるのかな。パパが置いたところにキャベツがいっぱいいたみたい。ああ、キャベツがサイドについたのが気になるのかな。スプーンはまだでもちょっと難しいのかね、まだ。あ、ちゃんとすくってるね。うん、あ、偉いね、偉いね、ちゃんとすくってるじゃん。あ、そうじゃなくて、もう上手だね。みちゃん覚えてたの、ちゃんと。うん、美味しいするかと思ったら違った。ね、昼間とかしてくれたのにね、ちょっとね。え、そこに落ちたのをもうすこうとすんの？あ、ほんと、鼻水出てる。じゃあ何、少ないところからすくおうとするの？いっぱいあるところがあるの、手前に。やっぱ最後の方は難しいのかな。うん、お、でも上手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 、ねえ、すごいね、めっちゃ偉いね。すごいね、そこもすくうの？あ、取れないから手で。そんな人参食べたいの？人参大好きか。もう人参食べたいの？いいことだね。いける？あ、いけた。おいしい人参。この、あそこにあるの気づいた。えないね、ちゃんと残さずいっぱい食べようと思ってんの。なんかほんとはね、一回外に出たの入れてる、うん、
綺麗好きなのかな、ゴミとか拾ってくれるからね。むちゃん、いやそれそのまま手で食べていいよ。集めてスプーンで食べんな。お、そうそう、そっちあるよ。よく噛んでね、それ。うん。じゃあいっぱい噛むんだよ。なんで？ちょっと多いなって。そんな多くなかったけど、うん、そうね、ちゃんと端っこ使ってね、うん、あとはこっちの手も使えばいいんだけどね。ねえ、そう、押さえるのはできないんだよね、まだね。あ、落ちちゃった。もうちょっと、もうちょっとあるし。すぐ抜いて。すぐ抜いて。はい、一緒に色をこうやって、でこっちも手も使って。うい。うい。はい、人形来ちゃった。こっちの手も使おう。こっちの手で押さえて、押さえて、こうやって、ほら、回しちゃダメだよ。人参ね、好きなんだよね。急に手が始まったのかな。やっぱ麺絶対好きだよね。うん。すっごいモクモクと食べてる。本当ね、全然ニコニコしないのね。いつかのシャインマスカットだ。マスカットだっけ、なんだっけ。分かる。ブドウか。ブドウの時みたい。集中しちゃうとね、真顔になっちゃうんだよね。分かんないけど。あ、おいしいしたー、急に。でも、ほっぺじゃなくて、なんか、米紙って、ね、お土産。おいしいしたーって、うん、うんって言ってたよ。まあ、指が、ね、こんな。ピン。じゃあ、何が手前に。ほら、手前にある。こうやって、こうやってやって、ほら。やって、ほら。人参。はい、人参が気になる。人参？まあれ違う。なんか細いもんね、掴んで食べたいんだよね。まだ入ってる？終わった？ほぼほぼ終わったぐらいだけど、あとちょっと。
終わり？食べるの？未来に残さず食べるの？じゃあ入れなかったらごちそうさましていいよ。すごいね、絶対前だったらこの量食べれなかったよね。かな。そんな気がする。いらない？もういらないかな、そろそろ。ごちそうさましようか。これ食べる？食べない？せちがあるのかな？はい、これ食べないかな、でも使わないかな。なんかもう細かいのを細かいのをね、食べたいんだよね。じゃあごちそうさまする？ごちそうさまは？めっちゃ、むちゃん、スプーンの向きね、こっちだよ、こうだよ、こう、分かった？嫌なの。ごちそうさま？ごちそうさましようか。ごちそうさま。眠い。眠い。ごちそうさま。